5時楽しかったってよかった、今日楽しかった。アイスのタワー来てる、本当？本当だ。あ、ウギだ、ウギ、ウギがアイスタワー、ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。ウギありがアイスタワー、カムサムニダー、サランヘヨ、サランヘヨ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、嬉しいわ。サランヘヨ、ノムノムサランヘヨ。今日はねめっちゃ楽しかった。だから剥がしの人がマジでめっちゃ笑ってた、ずっとね笑ってて、ずっとではないけど結構な頻度で笑ってて嬉しかったんですよ。ってなんかずっと立っててさ、同じ作業の繰り返しって絶対しんどいじゃん。だから笑ってくれてめっちゃ嬉しかった。なんか少しは、あ、今日ここで剥がししてよかったなって思ってもらえるかなって思ってもらえるかもって思って嬉しかった。でね、話しかけたんですよ。え、笑ってますって笑ってますって聞いたら、多分剥がしの人はね、多分メンバーと話しちゃいけないかもしれないから、なんかすごい動揺してて、いやみたいな、いやみたいな感じになって、え、そうそう、え、面白いですかって聞いたら、そう、あ、はいみたいな感じに言って、そう、なんか笑ってた、うん、かわいそうってきた。でも本当笑ってたさ、面白かった、うん。直球やね、だっていつでも直球や。髪色結構明るいになって、本当明るいかな、多分ね、あの剥がしの、今日の剥がしの人私推しになったと思う、マジですごいね笑ってたもん、マジで気づくレベルで笑ってた。最後にさ、私のファンになりましたかって聞いてから帰ればよかった。うん、ね、次のシングルで握手会、そうだ、握手会、握手会楽しみ。ラーやった、握手会。
手袋あるんだよね。だってそう、手袋ある。手袋あります。そう、素手ではやらない。素手ではやりません。ぬるっとした選抜発表でしたなって。 そうだよね。なんかさ、きっちりした配信というか、なんかね、なんかゆるい発表だったよね。ゆるい配信だったよね。なんかさ、一人一人呼び出してほしかった。 なんかさ、そう3人一緒に出たのはすごい安心感ありましたけど、なんかね、でもまあスタッフさんが考えた段取りなので私は何も言いません。なるちゃんとりんちゃんと3人出てきて嬉しかったよ。ね、嬉しかった。常連3人だって。私さ、全然常連とかじゃない。常連っていうかさ、そんなまだ4作目だしさ、そんな気持ちじゃないけど、でも、できれば一人ずつが良かったね。その発表の方がね、なんかファンの方も「はぁ」ってなってくれてたかな。時間的なあれかな。だってそうかな。最近切り抜き見て面白すぎるので見に来ました。ありがとう。新曲のタイトルはもう知ってるの。知ってますよ。前日の様子でなんとなく選抜入りかもって思ったって。なんでさ、そんなみんな、なんかなんとなくとかさ、撮影してそうとかわかるの？撮影してそうとか、すごいね。日焼け止め塗ってたからって。あれ、ラーメン食べに行くから塗ってたんですけど。 ラーメン食べに行って並ぶかなと思って、駅から結構歩くから、そう、日焼け止め塗った。こう、エリちゃん感情が態度に出てるだってどういうこと？ やばい。そのどういう意味でかな。結
お、エリちゃん感情が態度に出てるだって。悪い意味？説教かなこれ。初エリさんめっちゃ緊張しましたって、ありがとう。イエイ。お話し会、明日もお話し会。ね、次は幕張なんですよ。幕張だけで悲しい。まあ嬉しいけど、やれること。クリスマスやっぱりあったねだって。そう、クリスマスはビジネスのね、ビジネスってか、まあ AKB ってかアイドルとしては結構まあ仕事がないと、仕事がさ、やっぱアイドルとしてやっぱそこがね、ファンの方と一緒に過ごすあれだね、まあ価値ある時なので、そう。クリスマスお話し会ないとクリぼっちだよだってね。私も同じだね。毎年助かってますだって。嬉しい。そうだよね。券は買っとくけど今年こそ参加したくないだって。何人その強い意志。なんで参加してよ。なんで強がんなよ。強がるなよ。みんなが最後にクリスマスに予定があったのはいつですか。やめなさい。うわだって。え、やばい、どうしよう、嫌われるかなこの質問。はいって。え、待って、やばいやばい、なんてこと聞くんだって。え、ごめん、デリカシーない。え、ごめん、わかんない。一部敵に回すよ。やばいやばいやばい、ごめん。デリカシー皆無らしい、ごめん。え、ごめんごめん。泣きそう。え、ごめん、泣かせちゃう、すいません。え、ごめん、なんかごめんね、忘れてください。うん、でもさ、まあ大丈夫だってね。
大丈夫大丈夫。そう、今が一番、かなり失礼な質問だからちゃんと謝った方がいいよ。だって、あ、ごめんなさい、あの、そんな普通に興味があって聞いただけで、そういうなんか変な意図があって聞いたとかじゃなくて、なんか本当にこれで気分を害した方がいたら本当に申し訳ありません。もう二度とそのような質問をしないって誓うことはちょっと分かんないですけど、誓いはしないんですけど、まあこのさっきの発言でなんか心が傷ついたとか、なんかすごい嫌な気持ちになった方は本当に申し訳ありません。うん、申し訳ありませんでした。クリスマスエリちゃんに会えるのが一番だって。そう、でもこちらとしてはさ、みんながクリスマスに予定入ったら困るわけで、みんなと、私もみんなが来てくれないクリスマスとかつまんないから、みんながまあみんなが、まあ、そんなね、そんな、みんなが予定ありませんように。会おっかってコメント来た。なんかおもろい。クリスマスは会おっか。ばかりだけどどんな話をしていますか、したか。だってあのみんなに最後にクリスマスに予定があったのいつですかって聞いたら、そんなこと聞くんじゃないよってコメントが来て、それに謝罪して、でもクリスマスに予定があったら嫌だなって話をして今です。うん、予定開けときますよ。だってお願いします、うん、え、クリスマスにさ、なんで何もないんだろう。クリスマスライブしたいな。やっぱクリスマスといえばライブやな。箱押さえるの大変そうだって。確かに劇場で、あ、でもな、ライブして、うん、クリスマスソングは何が好きだって。ジングルベル、うん、
このそういえばね、ラーメン屋さん並んでた時に、私はとんあの特製醤油のラーメンを頼んだんですよ。でも後ろのね2人組の方がなんか担々麺って邪道かなって話してて言ってて、そしたらもう一人の方が結構強気やなって言ってたのをメモしてる、メモしてた携帯に何の話？そう、並んでたのラーメン屋さん。そしたら後ろの人が担々麺って邪道かなって結構強気やなって、それがなんかすごい頭に残ってて、ずっと携帯にメモした。うん、その人知ってるかも。だって絶対嘘、絶対嘘。その服好きだって。嘘、これかわいい。紐あるの好きだって。そう、私紐が好きなんですよ。紐がついてる服が好き。このお洋服はね、どこで買ったかな、カスタネかな、涼しそうやね。涼しそう、涼しいよめっちゃ。で今日ちょっとお腹が出てたんですけど、お腹出ててね、お腹出てるねって言われてね、そうだよって、私お腹出てるからそっちもお腹見してよって言ったの。そしたらワンの人にね、えーとかって言ってくれて、服あげてお腹見せられたそうでもさえ、めっちゃでかい声出た。うんそう、でもさ、そんな、でも私が見せてよって言ったからさ、まあ見せただけだからさ、しょうがないよねって思って、忘れよって思った。うん、そう、なんか今日ねおもろかったよ。明日お腹出さないようにしないとって。そうだね、気をつけよう。お腹出しなしかだってお腹出しなし。やっぱりお代理のお話し会ハードル高そうだって。なんで？気軽に来れるよ。
あれね、今日ね、なんかすごい楽しかったからお話し会ね、イエーイとかって言ってね、人を待ってた、なんか人来たから、おじい様が来たからイエーイとかって言って待ってたらね、あ、え、あと、あのお試しで来ただけだからみたいな、今ちょっとお試しで来たからみたいな、そんななんかテンションで来られたらみたいな感じで言われたそう、すごい楽しくて、お出迎えもめちゃハイテンションでやったら、あ、ごめんね、なんか、あ、お試しで来たからみたいなそう、なんかちょっとそう気まずいとだった。うん、もう多分来ないと思うその方間違えた、テンション、うん、気まずかった、めっちゃ、あ、すいませんとかって言って、ごめん、お試しに、え、ありがとう来てくださってみたいな。うんうん、絶対喜んでるはず。そうかな、照れ隠しきっとだって、そうかな、他に面白いファンの人いただって、めっちゃおもろかった、今日みんな楽しかった、楽しくないって思った時間なかった、ずっと楽しかった、うん、で、なんかでもね、なんか子さんですみたいな、まあ結構前から来てくださってる方なんだけど、そんな最近来てない、マジ1年に1回ぐらい来る方で、選抜おめでとうって、なんか選抜おめでとうって、子さんオタクのなんか応援、子さんオタクの私の応援があったからですねって言われてそう、子さんって、まあ確かに結構前から来てるけど、まあそんな、そう、でもね、見えてないところで応援してくれてるかもしれないけど、なんかすごい子さんオタクの私の応援のおかげですねって言われたから、え、でもあんまり最近来てなくねって言った。そう、そう、でもその後もそれも多分ギャグだったから、その後は仲良く喋りました。そう、でもね、いろんな応援の仕方あるから、そう、皆さんの、そう、全然家でね、ずっと配信見てコメントしてくれたりっていう方もたくさんいると思うし、そう、SNS とかでね、つぶやいてくれたり、お話し会には来ないけど、配信見てくれたり、SNS 見てくれたりって方もたくさんいるので、うん。ありがたいですね。配信で満足しちゃってましたって。そうか、面白いもんね、配信。そう。でも話し会来たらもっと面白いよ。
も前は陰ながらですが最近行くようになり幸せになりましたって。お、幸せになったみたいだよ。幸せになった人がいます。緊張して声が張れないだって。そう、なんか今日ね声聞こえづらかった、結構。うん、いろんな方。間にねサランラップがあるよ。サランラップかわからないけど、サランラップみたいな薄い透明の膜がある。うん、声が聞こえますよ。トランシーバーで話せばいいのに。だって声張ると後ろの人にも会話聞こえそうで恥ずかしい。だって。え、大丈夫、楽しもう。二人の時間です。楽しかった。明日も楽しみ。今の人差し指と小指くっつく。だってくっついた。くっつきます。あ、アクスタ落ちちゃった。じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな。明日もねお話し会なので、明日はどうしても君が好きだの、お話し会最後なので、ぜひ皆さん、てか明日でさ最後のメンバーもいっぱいだからさね、寂しいけどね、明日楽しんでいきたいと思います。ということで、じゃあ最後におランキング読みます。いきます。13位ファデル、12位シンゴ、11位マッカーシアとダシ、10位ヒトクマサトル、9位ナオキ、8位ゴメイ先生、7位クロワ、6位クルリン、5位ナカケン、4位ミヤちゃん、3位ポービスカス、2位ミホ、そして1位はウギー。ありがとう。ということで皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。バイバイ。おやすみ。あ、あ。